真ん中を追求してまいります。この男マッスルエリート佐々木健介であります。小橋、シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー小橋魔界クラブ260ポンド佐々木健介、赤コーナー健介プロレスリングノア270ポンド小橋健太。小橋、小橋、レフリー石永修一、健介。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。コーナーに振った、カウンターで切り返してまいります。タックルでぶちかまします。絞り上げてまいります。組み合います。コーナーに振って、パンチで返します。トップロックから飛んでいった、掴んだ、逆に返します、抱えます。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。あ、なるほど、そうだったんですか。行くのか、返してまいります。ストンピングです。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね。腕を回します。させません。バックに回った、ハンマーを振りかざします。フライングメイヤー、こういう間の取り方うまいですよね。こうなると相手はね、非常に嫌なものなんですよ。確かにね、ちっこいですもんね。リング下に落とします。リング下に降ります。ドロップキックであります。ストンピング、蹴りつけてまいります。打ち込んでまいります。掴みます。ハンマーが襲ってまいります。逆水平、組みに行きます。ボディースラム、ストンピングを叩き込んでまいります。
顔面を蹴り上げます。リング内に戻ります。リング内に戻ります。重いチョップであります。汗がミストとなって飛び散ります。エルボーでブロック、チョップであります。あと逆さ釣りにしてまいります。キックを打っていきます。ラフ殺法に転じます。全体重を落としてまいります。腰を落として逆エビ固めの体勢です。ロックアップ、対角線に飛ばした。ドロップキックを見舞ってまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。勝ってまいります。逆に投げてまいります。バックからスリーパーに入ります。ロープにブレイクしました。組み合います。巻き投げで切り返します。スリーパーで締め上げます。ロープに逃れました。チョップが埋まってまいります。高周波数の音が館内に響きます。掴んだ。ショートレンジのラリアットであります。ストラングルホールドに移行します。ブロックします。カイナ力で締め上げてまいります。組みに行きます。あとトルネードダブル。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。いけるか。あと逆に投げていった。起こした。ラリアット投げ倒し。あと逆に切り返した。あとネックブリーカードロップ。抱えた。強烈に叩きつける。絞り上げる強烈。腕をフックした。あっと返した。ガチッと組み合った。巻き投げで切り返した。体を預ける。岸壁の母の胸に抱かれました。組み合った。あと逆に倒した。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで打ってますよ。はい。ストンピング、頭を掴んで頸動脈へのチョップ。引き起こす。打たせない。いけるか。強引に担ぎ上げてトルネードバーブ。カウント2つ。惜しい。ブロックした。綺麗に入りましたよ。首をかっ切ったか。抱き起こす。掴んだ。あと逆にキック。放っていくのか。ダイビングしてるショルダー。ガチッと組み合った。ロープに振った。ラリアット。組み合った。コーナーに振った。あっとラリアット。立たせていく。バックを取って、もう点2だか。おっと腕をロックするけさがため、ロープに乗られました。逆一本じゃない。抱き起こす。ラリアット、そのまま体固め。
切り反り上げる。ロープブレイク。あっとキャッチした。あっと逆にパンチ。引っ込むか。あっとそのままジャックナイフで固める。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどちらが技を畳み込めるかですね。ラリアットエンジン立たせていく。腰に手を回した。投げっぱなしのジャーマンスープレックス。蹴り上げていく。ハンマー気味のパンチ。抜くのか。投げ捨て式のパワーボム。カウント 2.89。 重低音バズーカ。いけるか。垂直落下プレーバースター。起こした。